よいしょ。こんばんは。ちょっと今日は短めになりますが、あれ私朝してないよね、少量だってしてないよね。おっちゃん、え、なんで笑ってるの？なんか悪意がある？こんばんは。よいしょ。今日はあやねちゃんの初日でした。明日私の初日ということで、まあファンの方は残念ながら来られないのですが、明日めちゃくちゃ早くて朝が緊張してます。まあ、なんだろう、覚えたりとかやれることをやってきたので、あとは上手なね、なんか泣かせるような演技ができるようになれな、なりたいなってのはあるけど、そう、明日めちゃくちゃ早起き。そう、10時間営なんですよ。だから私は5時くらいに起きるので、ショールームは終わってからしようかなって思ってる。ね、もうそろそろ荷物もまとめないといけなくて、明日はその学校の方の貸し切りなので、確か本当に一般の方は来れないよね。来れないんですけど、あやねちゃんの初日めちゃくちゃ良かったです。もうでもやっぱ緊張はね、みんなしてたから、それはまあ緊張は仕方ないし、無事初日迎えられてよかったなって思います。すごかったです。そう、あとホームページも変わってですね、変わってというか追加になりまして、ニキキャスト分の、宣材写真ができたので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。一人ずつ鉄は衣装が違うので、
似合ってますか。どうだろう。うん、そう、似合ってる。嬉しい。明日ね。全パターンは多分ブロマイドで出ると思うので、あと そうだねブロマイドかな。で、あのパンフレットについてなんですけどね、来る方パンフレット絶対欲しいっていう方いると思うんですけど、なんか公演中の写真だったりとかをそのパンフレットに入れたいっていうふうになったらしく、まあでもね、それは嬉しいことだから、そう、なんかルンバの初日が終わるまでちょっと初日が終わって作り始めるらしいので、作り始めてか、ルンバの初日がそう取れたらそのちゃんと最終まで行くので、もうちょっとだけ待っててくださいってのことなので、申し訳ございませんが待っててください。あとはマフラータオルも、まあ、こっちの現地に来ないとないんですけど、マフラータオルも私たちピンクで可愛かったので、ぜひ名前入れて、名前入ってるので、ぜひたくさん買ってくださると嬉しいです。そう、パンフレットは通販でも買えるんだけど、マフラータオルとかはこっちでしか買えないので、ペンライトも通販で買えるかな。ブロマイドとかそうこっちでしか買えないものもあるので、お知り合いの方に、来れない方はお知り合いの方に買ってきていただいたりとかして、なんかやっぱ人の見ちゃうとより緊張しちゃうというか、すごい緊張してます。今日は寝れそう、うん、うん、でも寝ないとねやばいので、なんだろう、明日はもうほぼ満席状態でやるっていう話になってて、人が多い状況で、なんかもともと私人がいるとなんか自分のこの素の声じゃなくなっちゃうんですよ。まあ、ライブとかの時もそうなんだけど、ワントーン上がっちゃって、でそれも演技でもなっちゃって、でそれ直した方がいいよってなったから直そうと思ってやってるんだけど、人いたりとかステージ立っちゃうとやっぱ上がっちゃうのね。から明日もね、このままで行きたいのよ。このままの鉄がいいよってその演出女子のリサさんにも言っていただいてるんだけど、そう、でもすごい褒めてくださる、ずっと絶対自分できてないのに褒めてくださって、演技の才能はあるから大丈夫だよって言ってくれるけど、でも緊張に打ち勝てないとそれは意味ないし、って思いながらやっぱ緊張に弱いなって思ってる。頑張る。でもね、貸し切りだからといってなんか私の初日とはあんまり関係ないかなって思っちゃうから、ちゃんと見せるもの見せないとって。でもすごいね、なんだろう、演技することに対して
てもうできないとか思ったけど、なんかもうできないとは思ったけどもっとできるようになりたいっていう思いが本当に強くなって、自分の感情は変わってはいってるからどう成長できるかがっていう感じ。やっぱステージとか裏のとこでは褒められるのに、いざステージ立ったりとかしちゃうと空回りして何もできなくなっちゃうから、ね、場数だよね。回数踏まないと何もできないよね。これでも本当にすごい、私演技できない演技できないってずっとみんなに言ってるからさ、みんなどう私のね、本当明日本当に見てほしかったんだけど、なんかみんなをなんか感動させれるように頑張る。でも強くはなったと思うよ。もちろん泣くんだけど、泣いちゃうんだけど、それはなんか悔し泣きというか、自分はなんでできないんだっていう涙が結構多くて、まあ、でもこれはもうスタッフさんとか出演者の方も含めて本当に楽しいって思える舞台なので、皆さんに感謝だなって思います。そう、でも自分なんかあとは鉄ってすごい気の強い役なんだけど、私が素の性格が気が弱すぎて気強いとこがあんまり感じられないって自分でもやってて思うし、そう言われてそうだよなって思って、そうなの。逆に緊張しない方法を知りたいけど、でも明日は5時にね起きるから、なんか喉を声出すためには早起きして喉温めないといけないよって言われたから、ちゃんと万全な状態でいけるように5時に起きる。そう、でもやっぱ演じるってそういうことじゃん、その役になりきらないといけないから、私も頑張って気を強くしてみる。ね、初日からでも初日から10時経験しとけば大丈夫だよって言われたから、そう発声とか、まあ、発声まではしなくていいけど声、そうだからあのしーちゃんとトーコと電話しながら朝電話して起きて喋って喉温める感じでした。メール書かんとあかんね。そう、アイスカフェアットマークリランチはうなてついけいけいけいさん、ありがとうございます。アイスカフェさんありがとう、ぜひいつか見に来てください来てくれるかな、ありがとうございます。
クリスマスだ。ありがとう。うん、食べたくなぁ。緊張してきた。お風呂入って寝る。まだお風呂入ってないから。でもね、確認台本とかも読みたいし、一回自分のゲネの映像も見たいから、ちょいちょい遅くなりそうだけど、メール送るか。いい緊張感。今日漂流ダンス見た。ゆなちゃん可愛かった。嬉しい。そう、今日そのあやねちゃんのセレモニー、あやねちゃんセレモニー、初日のセレモニーも出演させていただいて、短いけど、これね。来週の明日の今頃、もう来週なんだね。でも彩音ちゃんと村井さんの写真めっちゃいい。いや、私もこういう写真上がっちゃうんだよ。みんな大丈夫？大丈夫か。別にいい写真。明日初日だもんな。写真載っけようかな。もう
ね、ね、すごいいい夫婦感出てる。私も頑張っていい夫婦感出さねば。あ、結構寒い。今日とかも結構昼間はね、そんなめっちゃ寒いとかじゃないんだけど、普通に寒いから厚着してきた方が良いと思います。明日写真載っけちゃってもいい？初日でしたって、一応初日だから載っけたいなってちょっと思ってきてる。まあ服だけ載せただけで、ストーリーは別に書かないから。じゃあたくさん写真撮ってこよう撮れる時間あるか分かんない。緊張するな。何の写真が見たい？でもね、ブロマイドとかの写真撮った時にドレスの写真と着物と道着の写真はね撮ってあるの一応。化粧バンバンに濃いからね。ちなみに そう、オフショット的なやつはね。でもやっぱその集合写真とかも今日撮ったんだけど、化粧薄いから全然いい感じじゃない。舞台は化粧濃い方が光で飛んじゃう。もう緊張してきた。横内さんからリプも届いてるし、ありがたい。来週どうなんだろうね。なんか緊張してるけどまだステージに立ってないから、どんな緊張かが分かってない。そう、髪もだいぶ伸びてきたのよ。じゃあ私はもうこの辺で、今日は早いですが終わりにします。ごめんね。明日は初日、朝早いから
けど頑張ります。ランキング読みます。13位亀丸さん、12位ラピスさん、11位紫モンドさん、10位クロキャットマーク初日ファイト、ユーナならできる頑張れさん、9位マジバナちゃん、8位ユウキさん、7位 YSA73 アットマークユーナ鉄頑張ってさん、6位ライさん、ユーナ休み、5位ワイキアットマーク初日頑張ってね、ユーナちゃんなら絶対大丈夫さん、4位ロロさん、3位ケンセイマキシさん、2位茨城のダイマットマークナトリドンさん、1位がアイスカフェアットマークリダンチュウナテツイケイケイケイさんです。ありがとうございました。ごめん、朝もし755で起こしたらごめんだけどもしかしたらちょっといろいろ送っちゃうかもしれないってことで、今今日が日記の初日だったんですけど、明日は私の初日です。初ミュージカル、初主演舞台、最初はね、わかんない、今もみんなも不安だと思うし、みんなも演技できるかなって最初めちゃくちゃ言われたけど、その感情をすごいガラッと変えられるように、みんなの自慢の推しメンになれるよう明日はまず頑張ります。頑張る。まあ明日失敗したらもしかしたら泣いちゃうかもしれないし、わかんないけど、ちょっとキラキラ、そうみんながいないのがねちょっと寂しいのはあるんだけど、大丈夫。今まで自分がやってきたことをやるだけなので頑張ります。それではおやすみなさい。また明日。バイバイ。